ギオーム一世は、ノルマンディー公剣術に秀で、ノルマン人風の探検ではなく、フランク人風の長剣を好んだことから、長剣公と呼ばれる。初代ノルマンディー公に封じられた、ロロの息子。ギオーム一世の生い立ちについてはほとんど知られていない。ロロがノルマンディーに定住する前に、バイキングの支配地域のどこかで生まれた。母親については、バイ博の娘でポッパという名前で、 彼女がキリスト教徒であったという記録のみが残っている。ギオームの死を悼んだ番下によれば、ギオームはキリスト教徒として洗礼を受けたという。ギオームは925年から928年頃に父から行為を継いだ。その直後に彼があまりにフランク人化したと考えた家臣から反乱を起こされたらしいが、経過ははっきりしない。 939年からギオーム一世は、フランドルハクアルヌルフ一世と領土をめぐって戦った。この争いは、西フランク王ルイ四世も巻き込んだ。ベルマンドアハクエルベール二世の娘リューガルと、結婚したが間に来わなく、即室、スプロタとの間に、リシャール一世が生まれた。942年、ギオーム一世は交渉の席で、アルヌルフ一世の部下によって暗殺された。行為は、 息子のリシャール一世が継いだ。ありがとうございます。